日本東京都墨田区、成平成平は、東京都墨田区の地名。現行行政地名は、成平1丁目から成平5丁目。郵便番号は130の0002。墨田区の地理的中央部に位置し、本所地域内にあたる。北で、北実験川を境に対岸に押し上げ、東で、横実験川を挟んで対岸に、江東区亀井戸、南で横川。 西で大横川を挟んで対岸は東橋及び東駒形と隣接する。町域の東辺をもって、墨田区江東区境をなす。町域中央を南北に四つ目通りが縦断し、その地下を東京メトロ、半蔵門線が走る。町域の西側から東へ、成平一丁目、道二丁目、道三丁目、四つ目通りの東に道四丁目、道五丁目が並ぶ。 隣接地には東京スカイツリーがある。歌川広重1872年に成平天神社の前にある土地であることから小梅成平町が誕生したのをはじめ1891年に成平橋の東詰めということで中野郷成平町が新設された。現在の墨田区成平1丁目から成平5丁目は1967年の住居表示制度実施に際し、 ヒューガは橋一から五丁目を合併して成立した。地名の由来となった成平天神社は、成平三南蔵院境内にあった神社の説末社である。江戸時代初期に開かれたと言われ、その由緒は、有原の成平が亡くなった場所に建てられた成平塚に由来すると言われるが、成平塚については、力士、成川運平の墓が成平の墓に転じたという説。 里見重平の墓という説など小説あり、江戸名所図絵には当社の伝説粉々としてつまびらかならず、と記されている。歴史研究者の石川定次は、成平天神の由来は定かではないが、成平塚と里人が呼んでいた塚は、古くからこの地にあって、考古学の鳥居隆三博士はそれを、城代の船形式古墳であると推定した。要するに伝承が伝承を生んで、 成平天神の写真が混流されたものであろう、と推測している。成平小学校56周年記念行事として、1972年7月15日に、成平温度が制作される。これは、成平小学校での運動会や地元町会での盆踊りで定番となっている。2021年4月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。当地区内には、十県橋、成平指定目、押上、東京スカイツリー駅入り口、春景島前、柳島明県産発祥寺入り口の停留所がある。以下の路線があり、東京都交通局、京成バスなどにより運行されている。ありがとうございます。